北方ルネサンス建築はアルプス山脈以北に伝播したルネサンス建築を便宜的にまとめたもの。フィレンツェでルネサンス建築が開花した15世紀、他のヨーロッパ諸国はゴシックの世界にあり、ハンガリーやロシアを除けばイタリアの建築思想の痕跡は見られないが、16世紀初期に王公貴族によってラテン文学が積極的に導入されるようになると、 これに伴って、イタリアで培われたルネサンス建築の衣装も紹介され、東欧諸国、フランス、ドイツ、オランダ、スペイン、そしてイギリスに新しいデザインの着想をもたらした。しかし、後のバロック建築や新古典主義建築と比較すると、ヨーロッパ諸国に与えたルネサンス建築の影響力は、その範囲がかなり限定されている。これには、 二つの事象が大きく影響している。第一に、イタリア以外の建築家や職人にとって、古典主義の簡潔な装飾を模倣することは容易な作業であったが、古典主義の思想や理論を表現することは難しかったという点である。イタリアの建築書が紹介されることもあったが、ローマ建築を目にする機会は得られず、また、ゴシックの芸術的伝統をなかなか捨てることも、 できなかった16世紀初期の時点で、彼らはどうにか疑似的な古典主義を表現するにとどまっていたに過ぎず、君主たちはどうしても洗練された、イタリアの建築家を雇わざるを得なかった。そしてこれは、君主の間で芸術家を獲得するための競争が加熱する要因になった。イタリアに旅行し、イタリアの建築書を読んだフェリベールドロレムや、 イニゴー・ジョーンズのような建築家たちの作品が現れるのは16世紀後期から17世紀初期になってからである。第2は各国の政治的状況である。フランス王国はスペイン王国とイタリアの領地獲得をめぐる紛争状態にあり、16世紀後半には大規模な内戦に突入する。スペイン王国は黄金期であったが、神聖ローマ帝国は 宗教改革による動乱の過中にあった上に、オスマン帝国の脅威にさらされていた。加えて、ネーデルランドの初年による80年戦争も勃発するなど、問題を抱えていた。イングランドは、比較的安定していたものの、エリザベス一世の方針により、16世紀後半は、ほとんど諸外国との関係を断っており、イングランド国教会もカトリック教会とは、 分断されていた。このような状況が、ルネサンス建築の導入を難しくさせる要因となっていた。ハンガリー王国、モスクワ大公国、ポーランド王国、オーストリア公国などの中央諸国は、西ヨーロッパの国々に比べると、ルネサンス建築の導入は、ずっと早く、特に1458年から1490年にわたる。 マーチャーシュ一世一下のハンガリー王国では、豊かなルネサンス芸術が花開いた。バコーツレ拝ハイドマーチャーシュは、ブダの王宮に、イーリアから、石膏や彫刻家を招き、多くの仕事をさせたことが、ブダ城やビースグラード城の発掘により、証明されている。マーチャーシュの後を継いだ、ボヘミア王、ウラースロー二世もまた、ルネサンス建築を取り入れ、1506年に、 エステルゴム大聖堂の馬ツ礼拝堂を寄港する。この建築は平面も装飾においてもルネサンス建築として成立しているものであった。彼はプラハの宮廷にもルネサンス建築を取り入れ、プラハ城のウラディスラフホールやクラクフのバベル城の増築部分に古典的なモティーフを散りばめた。バベル大聖堂のジギスムンドの霊廟は フィレンツェ出身の建築家が起用され、ルネサンス建築として建設されている。しかし、マーチャーシュ、ウラースロー2世の死後、ハンガリー王国は急速に衰え、1526年のモハーチの戦いで決定的敗北を喫すると、その領土の大部分をオスマン帝国に奪われてしまった。この結果、ハンガリー王国でのルネサンス建築の活動も衰退する。 マーチャーシュに召喚された技術者たちの一人ロドルフォ・ディ・フィオラバンティはイヴァン三世に招かれてモスクワ大公国に赴き、モスクワにおいて1475年にウスペンスキー寺院を1504年頃にサンクとミハエル大聖堂をそれぞれ寄港した。しかし、これらの建物の平面計画そのものには手をつけず、伝統的なビザンティン建築の要素は 完全には放棄されなかった。クレムリンの造営には、マルコルフォや、ピエトロ・ソラーリ、アルビンヌ・ヌボラタのイタリア人建築家も参画し、グラノビータや宮殿のほかアルハンゲリスキー寺院の建設が行われていたが、設計方法はよく似たものであった。地理的にも近く、多くの芸術家が渡ってきたフランス王国では、ルネサンスの造形は、比較的早く吸収された。 フランスでのルネサンス建築はおおよそ3段階に分けられる。第一の段階は、フランスは一世が、レオナルド・ダ・ヴィンチラ・イタリアの芸術家をフランスに招いた時期である。一般にロワール派と呼ばれるのは、その形態が表現されたのが、もっぱら、ミラノ広告占有の前哨基地となった、ロンバルディア地方のロワール川沿いに限られたものだったからである。古典主義の衣装は、 宗教建築には取り入れられなかったが、フランソワ一世がイタリア芸術の愛好者であったので、シャンボール城やブロワ城間のフランソワ一世の翼屋など、城間や邸宅、邸館において表現された。ここで好まれた複雑な螺旋階段は、当時この地方に滞在し、死去したレオナルド・ダ・ヴィンチの影響によるものと思われる。また、シャンボール城上では、建築家、 トメニコダ・コルトーナも関わっている。この時期、フランスに、アンドレア・デル・サルト、ベンベヌート・チェリーニラ・イタリア人芸術家が滞在したが、彼らは大きな成功を収めることができなかった。フランスルネサンスの第二段階は、フランスは一世晩年の時期にあたる。ロッソ・フィオレンティーノとプリマティッチオが活動し、いわゆるフォンテーヌ・ブロー派と呼ばれる芸術活動が行われた。 彼らのように、イタリアから渡ってきた、建築家たちは、当初、投資画法と絵画に優れた人としか見なされず、職人たちと対立した。しかし、イタリアの表現方法が学ばれるようになると、やがて、フランス独自の建築を構成することになる。この時期の最も重要な建築物は、何と言ってもフォンテーヌブロー上官である。元来は狩猟用の、 小さな城郭に過ぎなかったが、ジルルブルトンの手によって1528年から大改装され、ポルトドレー、そして後にロッソ・フィオレンティーノによって内装が行われる、フランスは一世のギャラリーが建てられた。ロッソと数年遅れてプリマティッチオがフランスにやってくると、フランスでの装飾の趣味は劇的に変化した。以後一世紀にわたり、 ヨーロッパの宮廷で愛好され続けた絵画を取り囲む複雑な縁取り、スプラットワークなどはその端的な例となっている。しかしながら、これらの内部装飾は建築の形態を決定づけるものではなく、建築の上では決定的影響を与えたものとは言い難い。ルーブル宮殿のクールキャレフランスでルネサンス建築が定着するのは1540年以後である。 この年は、イタリアに留学していたフェリベール・ド・ロルムがパリに戻り、活動を開始した時期にあたり、また、セバスティアーノ・セルリオが、宮廷建築家として、イタリアから招かれた年でもあった。セルリオは、アンシール、フランジョーカンなど、いくつかの建築を設計するとともに、1542年には、建築論を出版。フランス建築に、大きな衝撃を与えることになった。 彼の建築書には豊富な図版が載せられていたが、古典主義の情報媒体としては、不正確な部分や漠然とした部分が多く、あまり出来の良いものではない。しかし、それが、結果的に、イタリアの古典主義を曖昧にする役割を果たし、北ヨーロッパへの古典主義の導入を推し進めることになった。フランスでのルネサンス建築の達成となる、最初の作品は、ルーブル・ギュデンである。 1546年、フランスは一世によって1527年に計画されていた再建工事が開始された。建築を主導したのは、ピエール・レスコーで、今日クール、キャレと呼ばれる部分の造営に当たっている。レスコーは石膏などの建築職人の出身ではなく、また、イタリアに出向いたことはないと得意な経歴の持ち主で、あったが、古典主義を厳選としながら、 イタリア的ではないデザインを表現した。フェリベール・ド・ロルムは、イタリアで修行したが、フランス独自の古典主義建築を確立することに、成功した建築家である。姉上官は、今日、主門と礼拝堂、正面玄関が断片的に残るのみだが、正面玄関は、それぞれ通り屋式、イオニア式、コリント式の柱を重ねたもので、この着想は、 イタリアのルネサンス建築に由来する。しかし、イタリア的なデザインではなく、また、装飾豊かな、レスコーのルーブル宮殿のデザインとも違った趣を持っている。カトリーヌ・ドメディシスに雇われて、チュルリー宮殿の建造を行うなど、フランスの古典主義建築の確立に寄与したが、今日、彼の作品はほとんど残っていない。ジャン・ビュランは、ドロルムよりも、 若干若いが同世代と言える建築家である。彼もまたイタリアに留学した建築家でドロルムが失脚した後彼の役職と仕事をすべて受け継いだ。エクーアン上官やシャンティー上官などの設計を行いフランス風のルネサンス建築を設計していく。しかし彼の作品もまた残っているものは少ない。イギリスでのルネサンス建築の導入については 初期に大変厳しくあった。イタリアからの地理的な、倒さも、去ることながら、宗教改革による影響が大きく、導入を阻んでいた。特にイタリアの建築家たちによる、建築書が、全く紹介されなかったわけではないが、16世紀半ばに、至るまで、イギリス建築はほとんど鎖国に近い状態であったという。1530年代から1620年代に、 かけて、ようやくルネサンスらしき様式が導入されるようになるが、フランス、オランダ、ドイツを経由して屈曲したものであり、ゴシック様式の伝統は、イギリスでは根強く決して死に耐えることはなかった模様である。例えば、1556年に寄港したバーリーハウスでは、フランスの外線門とイギリスの伝統的装飾をオランダの職人が製造するという、 恐るべき根校がなされていることから伺える。トリジアーノやジョン・シュートといった建築家たちはイギリスにおけるルネッサンスの導入に多少の影響を与えたようであるが決定的な大転換には至らなかった。しかし17世紀に入るとイニゴー・ジョーンズによってイタリアのルネサンス建築はほぼそのまま持ち込まれるようになった。 例えば1616 16年期港のクイーンズハウスや1619年期港のバンケティングハウスは彼の建築家としての力量を端的に示している。このようにイニゴー・ジョーンズは近代的な意味でのイギリスにおける初めての建築家であったと言える。レオナルド・ダ・ヴィンチは1516年からフランスのアンボワーズ付近に住み1519年に同地にて死去した。 彼は実際の建築工事には全く携わっていないので、その影響を図ることは難しいが、二重螺旋階段については、レオナルド・ダ・ヴィンチの残した二重螺旋階段のスケッチがあり、おそらく彼の古舞によるものとされる。アルハンブラ宮殿南スペインサンと物語 2004p52。ありがとうございます。